8月月刊ドラゴンズ、はい、来ましたよ。はい、8月は、はい、何がありましたかというと、8月はなんといってもこれでしょう。大島選手通算2000本安打達成。すごいよ、2000本安打は。いや、すごいことなんだなっていうのを知りました、達成してから。うん、冷静に考えたら100本打ってたとしても20年なんだなみたいなことに気づき、でそれにドラゴンズの選手だったことも驚きだし、達成するって大変なんだなと思いましたね。岡林がまだ500打ってないから、ね、まだ500打ってないんでしょ。打ってないよ。だって岡林がもしこのまま順調にいったとして何年後？10年、12年、13年。まだまだ先だもんね。33歳だよ。そう、でも33歳だと早い方？全然早い、全然早い。だから大島さんは社会人になってから達成したから、うん、ちょっと年齢的な遅い方になるのか。遅い、4人しかいないですから過去に。うん、え、2000本いったのか。そう、社会人から。あ、社会人からでね。誰だと思う？私一人だけ知ってるよ。誰？古田さん。どう？あとは知らないけど。あと宮本。ああ、はいはいはい。福永の、福永が師匠としている。うん、うん、うん。宮本。はい。あと一人は？和田。今中日の。ああ、の和田さん。そう。あ、すごいね。和田なんてもともとキャッチャーですからね。あ、そう。あ、社会人になってキャッチャーから打つようになったってこと？そう、外野に行ってから。すごいね。2000、でも2000本って大変だよね。だってずっとさ、ある程度調子よくないとダメでしょ、うん、だってちなみにあれよ、高校、大学、社会人、プロね、うん、よくあるのが高校、社会人、プロっていうパターンもあるから。高校、大学、社会人、プロ、うん、あ、で大学に行かずに高校、社会人、プロっていう人もいるからね。野球やってプロに行く人もいるってことか。そっか、だからすごいの。高校卒業して18でしょ、うん、大学22でしょ、うん、だからそっから社会人やってるから3年4年とかやったら25、6でプロだよね。ちなみに社会人になって、そのいけるもんなんですか、その高校卒業、ドラフトでさ高校卒業した枠、うん、大学卒業した枠、社会人で現在やってる人の枠で言うと、なんか割合とかあるの？いや、 やっぱ高校が多いよ。高校が多いんだ。高校、その次大学。うん、うん、あ、じゃあ社会人は本当にあんまり即戦力じゃないと。なんだ、即戦力、すぐ入った年から活躍しないと。なるほど、うん、大変すごいですね。4人目ですよ。いや、でも本当もう最近負けてばっかりだったから、もう何、大島さんが2000本行くのがちょっとドラゴンズファン唯一の楽しみみたいなとこもあったと思うんで、それを見れてとても嬉しかったですね。2000本の日も負けましたけどね。そう、2000本の日ぐらい勝ったよね。そう、マジで思った。そして次の日勝つんかいって感じだったけどね。 それは、はい、本当に思いましたね。まあ、あと岡林のね、連続、うん、連続29 30?29か30で止まりましたね。それからちょっとあれですけど、ね、調子悪いね、うん、でビジター14連敗、はい、もう最後の方も最後の方見るのきつかったよね。14連敗だよ。本当にきつかったよね。そんなこと、え、なんか何十年ぶりみたいな感じでしょ、14連敗してんの。そう、そうビジターの服着てるから。それ私関係ないでしょ、それホームの真っ白よりビジターのこっちの色ついてるユニフォームの方が私は好きなの、個人的に、うん、まあ、あとビジター着る方が多いしね、圧倒的に。まだあるよ、ネガティブ情報。なになになに、70番近藤1回に10失点あれかわいそうだったね、うん、まあ、その日仕事だったからゲーム、あのリアルタイムでは見てなかったじゃないですか、うん、見てなかったけど、あの野球速報を見て10点っていうの驚きだったね。高校野球か、しかも誰も変わってないんだみたいなね。あれはちょっと悲しかったです、ね、顔引きつってたもんね今度。え、だってあれ初登板、今年初かもね。
だって私が誰だろうと思ったもん。大体の人わかるけど誰だろうと思ったから、それでポッと出てきてあんなボコボコにやられて、あれさ、なんでさ誰もさ来なかったの終わった後。いやもうそういうとこなんですよ。宇佐美さんだけでしょ。そういうとこなんですよ。ねえあれはちょっとそういうとこなんだよ。しかも横浜の人たちもさ、なんかあれだったらしいね。あんまりそのあまりにこうだ何かか勝っちゃったけど、あれだなと思ったのか、あんまニコニコしないでこうやったみたいな感じ出さずにこう。っていうかさ、去っていったっていう。わざとアウトになるよな横浜は。そこまで行くんだったらマジで打つなよ。でもそこは先生堂々と勝負してあげることが優しさなんじゃないの、プロとしての。いやもういいじゃんもう勝つんだから。まあちょっとそれにしてもかわいそうでしたけど ね、ちょっとはい、それはちょっとある意味歴史上に残る回じゃないですか。うん、試合としてネガティブな話題しかないんですよ、うん、大丈夫、米騒動とか大丈夫。本当に、あ、米騒動ね。あれ本当なの。いやどうだろうね、たまたま米がなかっただけでしょ。いやわかんない、もうネットニュースっていうのはさ、どこまでが本当でどこまでが嘘かもちょっと何とも言えないですから。立浪を下ろそうっていう派閥が、うん、動いてるのかもね、うん、あれ多分あれだよね、引退、今年とか来年とか引退した選手とかさ、今活躍してる選手が何十年後にまだ YouTube があって、 YouTube であの時あれは本当だったんですかっていうので初めて分かるんじゃない。うん、今すぐにはちょっと本当か嘘か分かんないよね。本当ネガティブなことしかない。ないよ本当に。そんな中、はい、宇佐美ありがとう。いやありがとうございます。ありがとうございます。月間3回さよなら、3回目、月間3回さよならしたの落合さんと誰か以来なんでしょ。あ、そうなのらしいですよ、赤味噌さん情報ですけど。ああ、我々の赤味噌、はい、あ、そうなの。なんでも4回目に行くと相当すごいみたいな書いてありましたよ。てか3回ってすごいよね。すごいすごい。しかも先週先々週14連敗の前のやつも2連続で、うん、でそっからのまた救ってくれたのここでしょ、の3連続でしょ、うん、まあ、本当に、ドラゴンズに来てくださって本当にありがとうございます。まあ、来年活躍しないんじゃない。それはネガティブが過ぎる。マジで。いやまあ今年ね活躍した選手が来年どうなるかはちょっと分かんないですけど、会心の一撃ってサヨナラホームランしかなかったよ宇佐美。あ、ホームランあれはすごかったね。で次の日はあれファースト取れたでしょ多分。でこの間強打取れたよあれショート。取れた取れた。あ、ね、ネガティブっていうかね、ただの嫌なやつだよ今。そこまでだよまだ、うん、そうかい。あ、だって肝心な時まだ打ってくれてないもん宇佐美。あ、肝心な時ね。宇佐美が7番ぐらいにいるといいんだよね。あ、そう、宇佐美が4番5番だとさ弱いよ、うん、でもさ今誰が4番でも弱いじゃんそもそも、うん、だから、うん、例えば岡林絶好調、うん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 、大島絶好調、うんうんうん、3番細川、まあ、今ぐらいな感じ、はいはいはい、4番高谷絶好調、うん、で5番あたりに何ビッシーでもいいけど、はいはいはい、周平でもいいけど、はいはい、周平はいいや。でもその辺になると一気に不安になるけどね。ね。うん、なる。あ、もういないね。もういないの、そうなのよ。確かにいないよ。だからその点をつなぐとかさ、結局宇佐美さんがそこで打ってもさ、周りがダメだったらさ、意味ないじゃん。そうだよね。だからちょっとその今いる番号あたりはいい、流れ的にはいいんじゃないと思う。ショートセカンドが打たんとね。リューク村松あったりが、あの辺が3割近く打ってくんないと。2人ともまだ村あるからね、なんか村しかない。あ、だからなんかでもねやっぱ大島さんと岡林はさ、打席に立った時にさ大丈夫だろうなみたいな安心感はある程度あるじゃないですか、うん、で細川は思いっきり空振り三振するか打つかどっちかじゃん、うん、だからちょっと、うん、ギャンブルしてるような気持ちで見てて、うん、まあ、高谷さんもそれにまだ近い、うん、で言うと宇佐美さんは私クオリティ安心して見れるけど ね、ビッシーは
ビッシーはそんな不安そうな顔しないでって思う。あとめちゃくちゃボールなのに振らないでっていうのは思うかな。迷ってる顔するよね。じゃあもう今シーズン終わりましたから。まだあと1ヶ月あるんです。終わりました。次回今年戦力外リロリのチャンネル予想です。予想ね。お会いしましょう。またお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。